士の伝説の QBK に対するコメントを詰めたら面白すぎた。 QBK とは2006年フィファワールドカップ日本対クロアチア戦の後半6分に決定的チャンスを外した柳沢は選手のコメント、急にボールが来たのでお訳したレッド用語である実際のシーンのこちら。全国民を落胆させた大技、柳沢の名前を全国に知らしめたスーパープレイだったよな。 QBK には脱力した。あれを外せるのはもはや神業だと冗談抜きで思った。急にボールが来なかったらスーパーゴールを決める天才。チャンスボールであればあるほど、さあ外すぞ、やっぱり外したという安心感があった。今改めて見るとやばいな。当時は怒りまくったけど今は最高のお笑いコンテンツやないか。これがブルーロックにつながるのか。ブルーロックの急にバチラが来たからの元ネタこれなんですね。一番最初ですね。昔マクドナルドで KBQ バーガーっていうのが発売された時に客の多くは QBK バーガーと言って注文してたからな。この瞬間のジーコ通訳の表情が最高。とにかくポジショニングは最高で、中田英寿、名波浩、中村俊輔、小野伸二もポジショニングが一番うまいのは柳沢、頭を上げたら必ず視界に入ってくれると絶賛したのも事実。ポジショニングは世界レベルだよ。ただボール持つと高校生レベルになるけど。サッカー IQ や頭の良さは世界レベルなのに足元の技術が追いついてなかった天才だと思う。迷いなく打ってるのがさらに腹筋を崩壊させる。急にボールが来たので、いやそこで何を待ってたんだ。これ試合後のコメントなかったらこれほど語り継がれなかったような言葉のセンスあるわ。何よりすごいのが KBK ではなく QBK と名付けたことである。これ何年経ってもいじられるんやな。ワールドカップ日本代表史上三笘の1ミリと並ぶ伝説。どんなサッカー選手だったかは知らんけど QBK だけは知ってる。今後日本代表がどれだけ躍進してもワールドカップの思い出はこれになるだろうな。そのくらいの衝撃でした。これキーパーの股抜いてるんだよな。キーパーの股抜いて外すという奇跡だよな。改めて見てもひどいな。これが J リーグのリーグ戦ならともかくワールドカップ本戦だからな。ジーコジャパンは結構強くて強豪相手にしてもフィニッシュの形までいけるチームだったけど、最後が QBK だからどうしようもないよな。戦術完璧で完全に崩しても最後が QBK じゃ監督としてはお手上げ。この大舞台、この逼迫した状況、この絶好期にこのプレー、そしてこの名言、全てが美しいアートの域なんだよね。チャンネル速変えた伝説のシュートでした。QBK は永遠に不滅です。